より力がいりますね。大丈夫ですよ先生、まだいけます。気遣ってくださって嬉しいです。でもやっぱり楽しみで仕方がないんです。どんなお餅ができるのか、それでどんな料理が作れるのか、それを先生と一緒に食べられると思うと、ねえ先生、お餅ができたら一番に食べてほしいです。いいですよね。